どうも皆さんこんばんは、狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルードをやっていきたいと思います。作業負荷高いって出てますが、某宇宙ゲームではないです。地上編ですね。早速食べ物がもうないということで、豚をどうにかしたい。我が国の豚をまびく。しのげるかこれで。ストローも足りないんだよなこれ。厳しい状況が続くな。もう馬は絶望的だな。諦める。もうとりあえずロバでもいいよ。なんか攻める強そうだし。なんかロバの方が全然死なないんだよな、これな。ということで、みんな頑張って木を切って、カートを作り、水を汲み、すごい勢いで水汲んでるな。これキャラ重なってても組むのかな。三方向しか組めないみたいだけど、関係ないのかな。あ、関係ないね。ってことは結構数置いとけば、まあ、重複するってことかな。福祉が相変わらずひどいな。え、食べ物まだ少ないの。いやいやいや、だいぶ、マビックマーク。ダメ？ちょっと待って、食べ物どうしよう。いや、こんなの2匹ぐらい取ったところじゃ。熊行くしかないね。熊襲うか。もう熊、人間の逆立場逆になってきた。熊が食べられる時代。もう時代の進化とな、合ってるよ、多分ね。一人はまずくない？ふわーとか言ってるけど、一人はまずいだろう。いいね。いいね。いいね。連戦だね。いいね。で、帰ってきたこの小熊まで、ごめん、匂って食べる。すまぬ。許してくれ。生き残るためにはどうしても必要だった。これで多少持つかな。どうだろうね。まあ、カートも結構作ってるし、今。いや、フィッシュトラップやっぱ作ろうかな。魚取ってるんだよね。ちょっと作ろうか、これも。フィッシュトラップどれぐらい？魚関係、まあ20あればいいだろうし。木が、あ、まず木が始まった。これ、春にならないと。家畜が、どんどん。いやー、食料が、ちょっと待って待って。待って、豚そんなに知るぐらいならさ、殺した方が良くない？豚だけっているのかな？いないわ。豚だけの小屋っていないんだ。あ、これじゃない？これどうすればいいんだろう。空のコンテンツにすればいいの？こう押せば出る？全部。出そう。どうなった？あ、出てきた、出てきた。はいはいはい。全部食べるしかないよ。まあもともとね、食用だからね。ロバはまずいよ。それは予定に入ってないから。まずいまずい、飢餓で死んでる。おー。結構なラッシュだけど、ギリギリ生き残ってる。まあ、人口がでも、こんなにいてもでも 200% なの？作業何が厳しいの？
カート作りとかは厳しいのかな。カートでも作れあれば多分落ち着くでしょ、これは。まあこれ全部作るやったらちょっと様子見ながら、これ作ったら作業下げてあげようかな。本当に豚食べないとやっていけないと思うんだが、いまいちだね、カートのノリが。木は大丈夫でしょ。え、木でも足りないの、これでも。え、あんなにあったのに木足りないの。そんなことある。今は春終わったら切ろうか。じゃあ春の植え付けが終わったら切るしかないよね。食料不足のせいかな。何のバランスが悪いんだろう、これ。いまいちよくわかんないな。何かが噛み合ってないんだよな。やっぱりそもそも畑と家の距離、そういうことかな。まあでも限られた土地でスタートするからな。そればっかりはどうしようもないんだよな。うんとしか言いようがない。この時代の暮らし、なんか音楽聴いてるとまったりして楽かと思うけど、そうでもないんだな。でもギリギリ田植えは全部終わるのかな。ほぼ終わるね。はい、木切ろう。多分カート作りに木使うんでしょ、結構ね。そんな気がするよ。まあカート40個いったから一回止めようか。今動物が40だから、まあ馬除いて40個あれば十分でしょう。どういう状況、狼2匹も来たってこと。木はどうさ。木遠いなぁ。この辺の木じゃダメなの。豚を間引いてかろうじて持ってるけど、これ干すところも足りてない。意外とそういう可能性もあるよね。でも6個入るんでしょ。いや、まだまだいけるよ。そういう問題じゃないと思う。自動的に飼ってる人口169。お、なぜか復活してきてる。 82% まで。そして維新がどれだけすごいかっていう、維新が930。結構いいね。まあ秋でがっつり下がる。まあまあだってすごい下がるよ。みんな大丈夫か？木持ってくるの遅いよ。もうどんどんロバ使ってよ。お、若干下がった一瞬。お？150で止まるのか？止まらない。
ああ、ひどいね。ひどいわ。169人いてもまだ上がる。せめて130とか120とかで。ベリーハイはまずいと思うんだよな。譲らないね、ベリーハイ。全然譲らないね。譲る気ゼロだね。この奥の木キャンセルしたいな。どこだっけ？あ、もう取ったのか。こればっかりはどうしようもないからな。魚取り網できたのかな？ちょっと撮ってるとこ見てみたいな。結構有能だと思うんだよね。誰か持ってる人いるかな？いないな。釣り道具。ああ、20個あるのか、今。すごい勢いで。秋になったら粉回してる。フル稼働してる。3つか。早いの？早いね。どれ？ああ、いいペースだわ。あ、十分早い。お、やっと170人まで行って、まあ、福祉はちょっと服とかが足りないだからだろうけど、やっと作業負荷がベリーハイではなくなった。これ維持していければやっぱ180人超えてないとこの村回らないのか。ちょっといい感じになってきました。まあ多分良くないわ、全然。食料まずいわ、これ。よし。またちょっと豚間引き作戦で冬乗り越えたいと思います。はい。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またねー。